1円でも稼ぐことが今後の成長につながるよって意味で、うん、その時から小林社長のことが一番尊敬してる、うん、そう、はい、上手に喋るね、なんか台本あるんですよ違うこと言うの、いや、本当にもうまあ、おい、やめろ、悪口やぞ、学年大学年、あの、土部さんこの会社あんなお前やめとけ中学校の頃のパンツ、ね、そういうやつ、ねえ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 お疲れちゃん落ちちゃう落ちちゃうお疲れです、チャイお疲れです、野球部野球部ザ野球部じゃん、え、実は、はい、今日、まあ、営業がやっぱ欲しいねっていう話で、まあ、みんなに紹介してくれと、で、何回も俺はミオに言っとったんだけど、なかなか別に紹介してくれなかったけど、本当になんか家変わってたけど、え、待って、それ、私すぐ用意しましたよね違う、用意したのは10万円プラス1週間休んでやる誰かも分かってたらその日で分かってたら両国がそこは聞いてない聞いてない聞いてない別になんかそこは別に言わなくても、じゃあなんか言っちゃうとミオのためにとかだったらなんかちょっと申し訳ないなと思って別に言わなかっただから、もうそういいんだよこいつやればできるみたいなところがあるやればできるで、はい、あ、まあ何どういう関係なの、いとこです、いとこ、はい、親戚なんだから、そうです、で一回一緒酒飲んだことあるんだな、こっちに中で、あ、はい、そのお父ミオパパの家で1回しかと思う、1回しかと思う、で家で酒飲んで、はい、もうまあまあもう覚えてないけどどんなこと言ってたの、あの熱い話を語っていただいて今でも頭に浮かぶぐらい、例えば何の話をした、1円でも稼ぐことが大事だと思ってIT主義者か、ちょっと待って、そんなこと言ってること聞いたことないですよねあちょっとさ、ちょっとそこだけ言うとなんか IT 主義者ちゃんと説明しろよ、いや、いい話だろっていい話だよ、もう俺褒めてほしいがすごい欲しがりだよ、ね、本当に超絶欲しがり、欲しがり誰だよ、まあ、結局自分が挫折したっていう過去を明かした時に、うん、アドバイスっていう形で、うんうん、1円でも稼ぐことが今後の成長につながるよって意味で、うん、あ、何でもいいでとにかくやってみる、あ、その意味で、なんかその話だよね、はい、なんか上手に喋るね、なんか台本あるのなんかね、なんか用意なんか用意した下見て読んでない、褒め方足りんわと思ってまだそうそうそうまだ俺には満足できてないぞ、ま、自分で説明したわこんな話しちゃう、その時から小林社長のことが一番尊敬してる、うん、そう、はい、本当に、いや台本あるんじゃないの、本当に噂だろ、じゃあ分かる分かる、どこでも言っとるかもしれないお父さんの前ではお父さん一番あ、そういう感じ、ミオとかにも言ったことはないんですけど、うん、本当に、うん、あの自分の中ではそう思って、うん、まあ、たまたま今回こういうお話をいただいたので、うんうん、自分からしたらめちゃめちゃ嬉しい、あ、嬉しい、はい、うん、嬉しいな、そうやって言ってもらえると思う、で、まあそれで、まあ営業誰かやるやつみんなで探そうみたいな、やっぱ連れとか仲間内だったらある程度分かってるじゃん、こいつ根性あるよなのか、あいつはもうダメだわって忙しいって言ってるとか、そういうのって分かるじゃん、うん、社員にみんなに声かけとったら、まあ、ミオがたまたま親戚の旅館を連れてきたんだよ、ね、うん、で俺はまあ会って、まあ、一番心配したのは、ね、まあ、そうやって声かけてもらったで、まあ、滑り込みで入りゃいいかぐらいの感じなのか、本当に思いが強くてここで一緒にやっていきたいと思うと、まあ、どっちなのかなっていうのが聞きたいなと思っていろいろ聞いたの。もともとその話を聞く前からも、うん、あの採用ページとかは、うん、自分で調べてはいたんですよ。うん、大統領はい。うん、はい。ミオめちゃくちゃナイスタイミングじゃんじゃん。ナイスね、まあ、ね、もうもっと前の話なんですけど、うんうん、前あってお会いした、うん、もうその1週間2週間の間ずっと、うん、その面接だの、うん、あの選考があるのかどうかっていうのも全部調べてはいたんですけど、うんうん、まあでもその自分の中でやっぱ、うん、いとこが働いてる会社でご一緒させてもらうっていうのがまた話、うん、変な話だなっていうのもあって、うんうんうん、まあそのような状況でミオから紹介していただいたんで、うんうんうん、じゃあミオは営業やりたいって言っとったなと思って、ここでとかじゃなくて、うん、営業やってみたいとか、なんか話聞いたことあるなと思って、うん、あ、いいやつ、おったと思って
お前あれだよ、おかげより休みだろ1週間休みだったら目がピーンと回ったのか。あの1週間連続休みって幸せなんですよ、本当に夏休みも休みすぐ動いたよな、お前これからそうやってしょ、これからなんかで釣られがちな感じなんか釣ったらすぐ動いたもんな、お前そう休みにピーンってきた休みって言ったら脳が働いたすぐだねな、ほんとにあれ頼んでもこれ頼んでももうあれやったって、あれせいとったやりゃーとか言うやつがさその日だから、ね、動いたもんなその日に動いたからすごいな。で、まあこの会社に本当に入ってみたいと思うな。はい、うん、どう河合くんはじゃああった印象は。めっちゃ好青年ですよね。あの好青年だ、ね、まあ部活とかもすごい真剣にやっとったみたいだし、うんうん、野球ずっとやった。16年間ずっと。今日で何人あそこ結構多くなかった。僕は一人っ子で。あ、一人っ子。パパは4人兄弟。ああ、お兄ちゃんとかも結構子供とかってことだ。妹がおる。妹5、6人いるもん、うん、あ、妹か。そう、もう、あ、お兄分からん、うん、妹なんか結構すごいでしょ。海外に行ってます。アメリカで、はい、全然気なみが違う。兄ちゃんもやんちゃだろうなんて。やんちゃじゃないですよ。じゃあ割と真面目に。そう、落ちだけ。ああ、違う、はい、問題じゃない、はい、こいつは中学校ってどうだったの。いや、もう本当にもうさっきの話。おい、やめろ、悪口やぞ。学年大学年、あの、土部さん内心11です。内心って、オール1? お前2はあるだろ、内心、だってオール1は9だから。体育だけ3だったら。体育だけ3? お前、やばいじゃん。そのミオに僕、いとことして恥ずかしいって恥ずかしい言われ続けてて、うん、僕のセリフだろうなそう、こっちが。じゃあ、お互いにその恥ずかしいと思う部分が多分あるんだよ。ここ恥ずかしいの、りょう。だからそのミオ。どんなやつなの、マジで、ミオの目の前と、うん、友達といる時のもう顔っていうか、なんていうの、もうキャラが全然違うの。全然違うじゃん、しょうがないと俺の前じゃん。それは男とおじさんだから。男とおじさんそれは違うよ。それは違うよ。もっと、どういう意味違う。ミオたちの家族の前だと、なんかちょっと大人みたいな、ちょっとクールぶったませたやつ。恥ずかしがりはあるんだよ。いや、いや、そんなことで家族で出して友達に出さんならそうかもしれんけどさ、うん、家族にはなんかすかしといて、友達の前ではなんかめっちゃはっちゃけるタイプなの。いとこの中でもちょっと頭いいランクに入ってるからだから勉強できたんだよ。あ、だったらその多分一番できる偏差値っていうのさ。あ、はいはい、それいくつだったの。60ぐらいですかね。あ、まあ、60だったオール5。あ、オール4ぐらい。マジで、まあ、どこらにこの会社あるな、お前やめとけ、うちやめとけもっとあるぞもっとあるぞ。うそ、オール4。多分、あれでしょ、はい、11とかぐらいでしょ。僕4でした。4だよ。じゃあ、足り射精そうだね、11以下でも体育予算ですよ。体育さん、あと初戦。やっぱ体育だけ力入れてるからね。大丈夫もう親が泣くんじゃないですか。自分はどうぞ。もうちお兄ちゃんか。自分の人生は自分で決める。偉いな、でもな。今、お金なくても遊べるじゃん。だってスマホあったら一日遊べるじゃん。なんか、親の時って本当、金ないと遊べなかったから。車がないと。何もなかったから。だって携帯ないし、だって部屋にテレビはなかったもん、そもそも。自分の部屋にテレビはなかったでしょ。ね、だから外出てくしかない時代だから。まあ、ガソリンもいるし、ね、ジュース代もいるし。だから働かんと遊べんかったけど、今ってまあ働かんでも遊べるだけで、そういう時代にね、まあ、逆行はしとるよな。まあ、いやでも、うん、僕はもう生まれてからずっとその性格で。うん、もう頑張りたいみたいな感じなんだ、はい、負けたくないんだ。あの悪いことした時は反省し伸びていくっていう、うん、野球が主にそういう風に育ってたんですけど、うん、まあ、ミスした時も、うん、まあ、叩かれて、うん、怒られて、うん、反省して伸びるっていう風にもずっと小中高大
うん、お前ちょっとカメラ回ったらいい格好しちょっといいとこ出そうとしような、モテ落としとる、YouTube でなあいつ友達を見るでなみたいな感じでちょっと名言入れてかなかったみたいな感じで可愛くよりはあのカメラなりしようカメラ来たら急にしゃぶらくなったじゃあまあ面接来た以上も社長用意しとったらとりあえず通っちゃうからねこれが1個アドバイスで浅いって言ったけど入り口が緩い確かに緩いまあでもそうだよねうちはねまあでもいいと思うんだよねやり気があるっていうかまたみんないいこと言うもんね面接ではすぐ信じちゃうみたいな騙されやすいですからねでもそれぐらい毎日努力するってやっぱ難しいもんだからなんででもそのオーリオンとか親もその勉強しようってタイプじゃなかったでしょあいや僕は勉強する環境は作ってもらってましたね親がはいそういう環境って小学校1年の頃から学研って言って、うん、なんか塾じゃないんですけど、うん、勉強する広場に集まってみんなで勉強しようみたいな、うん、どこも通わせてもらって、うん、でまあ塾も行かしてもらいましたしそれ何あの行かしまったっていうのは何自分が行きたいって行きたいって言ってないです親が行ってもらって自然とその勉強の中に、はいまあ、その頃は当たり前のように当たり前のようにでやっぱり一緒におるやつがやっぱ頭いいとか、はい、こいつに負けたくねえなみたいな感じでっていうのもあって、うん、でもなんか勉強が好きだったんですよねそれ紹介して入れんやつだわいやあのちっちゃい頃はの話ですけどあ本当はいなんでなんでやっぱ分からんことが分かるよね例えば算数だったらこれ解けたら気持ちいいっていうかああ分かる分かる、はい、でもちょっと分かるかな分かるぞで今になってだから本当にそうだもん、なんか本読んだことがあったから、そのもうそもそも勉強してないから、その興味がなかったけど、今は違うじゃん、なんか会社とかやるから勉強しんとやってけんけど、やっぱ勉強して分かる本読んで知識が入ることがすごい楽しい、もうそもそもそれがなかったもんね、そういう環境になかったっていうか、まあ、まあ、そんなこと言ったら親に怒られるよ何回も塾行きたいって、友達が言ってるけど塾行きたいって言って、月謝使って授業行けなくなっちゃう5ヶ月分ぐらい月謝親の月謝使って2回か3回ぐらい塾行ってるけど全部月謝使っちゃって学校までもなかったもんなめちゃくちゃな息子ですよ本当にでも友達ホルモンで行きたいじゃん、うん、勉強より友達だったらそう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 、まあ、遊びたいが強かったもんねでも分かるけどな今だったらそうだよね仕事しててやっぱりできんことができるようになるともっとやろうってなるよねやりたくなるですよね ま、やれることが増えると、うん、そうやって思えると思うんだよね仕事も、まあ、仕事もと勉強もほんと同じじゃない案外、うん、勉強しなさいやっぱ伸びるよね、うん、だから美容はちょっと時間かかるかな伸びるのは気長い男ばかりよね9割の男そう確かにそう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 昨日もあの朝ごはん作ったっとるんよとか聞いてきたんですよ家事やってんのってミオがこういうことやってるって言ったらお前がとか言ってきたりいつ聞いたら10返ってくる返ってくるそうそう、はい、教えたらんとこだって今もう早く帰りたいばっかりちょっと今日6時から撮影いいからって本当に嫌なことするからああみたいな6時かってなあ分からんもう早く家からごはん作ってあげたらまだ楽しいんだな。で、そうすると勉強しん、うん、料理で勉強したり。あ、めっちゃする。そうそう、そういうことだよね。興味が湧くって、そういうことじゃん。今までだって、いいの絶対、親にもご飯を作ってやることないよ。ないないだキッチン立ったことない。ないだでも、そういうのから始まってるよね。もっとモテたいとか、うん、もっと遊びたいとかなって。まあ、そうだね。俺もそうだね。別になんか、仕事がしたいって人だね。仕事がほっとしたの。マジでしょそれ見てそうじゃんやっぱどうかなんかちょっと面白いエピソードないのミオの面白いエピソードミオのなんでミオじゃメインこっちミオの話はだって同級生なの、ね、だって中学校も一緒に行ってたの、はい、一緒に行ってたから一緒の中学校行ってな一緒に学校行ってたわけじゃないああさすがに行ってないですでも毎週なんか夜ご飯食べに来たりしてた小学生の時は、うん、だからもう毎日にやってる、うん
で中学校だったら野球があるから練習夜もあるからって感じで合わんくなったけど、うん、ずっと兄弟みたいな感じで扱われてるから、うちは本当にあいつの中学校の頃のパンツ、ヒョウ柄しかなかったね、そういうねえ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 そういうの、ねね、いいことかいけないことあるカメラだけど、お前ヒョウ柄、服もヒョウ柄好きだもんなヒョウ柄しかヒョウ柄着たらちょっとおしゃれとかだんだん中から外に出てきた出てきた、外に出てきたもう毎回ヒョウ柄嘘、いや待って、はい、スカートめくり一人してておかしい僕じゃないですよ、他の子がやってるのを見た時に憧れやんっていうのが、うん、だけど中学校でこいつはまあ不良だったんでしょ、違うよ、まあ、やんちゃグループ、そうですよ、違う、そういうの嫌じゃなかった、いや僕はいとことして恥だったねえそれミオの友達もけなしてるからね言われるでしょ、あいや、うん、一番あの目立ってましたもん、うるさいし、うん、じゃあミオは叫ぶからね、りょうくんこれ貸してとか言って、うん、だからその声が大きいだけで、うん、普段からめっちゃ大きい声で喋ってるわけじゃないよ誤解がある俺も同級生にいとこいるんですよ、同い年、小中ずっと一緒だったの、一緒ですけど誰にも伏せてますマジでなんでなんでだって誰も知らないってことは、うん、イコール向こうも伏せてるあ、そういうこと、俺らも違うよ、中学校1年で姉ちゃんが3年生だったの、お願いだから私がお姉ちゃんって言わないどうですか、じゃあ会って、いや、めちゃくちゃ好印象です、うん、逆にうちの会社でいいのっていうぐらいだよね、まあまあそうだねオール4だしオール4だし、いやオール4入れんぞうちの会社オール1か2しか入れん君を入れたのこれだからねオール1で入れん、今の社員失礼だ、でもそうなのか、まあでも、まあ、私卒業できるかどうかみたいな、あそうです、まあ、問題はそこっす入る入らんの前にね絶対卒業しこいよ、はい頑張ります、マジでちょっと動画また登場すると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあのこの動画でちょっと宣伝であれなんですけど、あの足場の資材買い取りと、なんだ、実習生があの随時相談か、はい、結構今ちょこちょこ相談来とるみたいで、あの何あの希望みたいな、なんか概要欄にあったんだろう。概要欄にその応募先が。応募先やってる。そうするとあのマンツーで、まあ、オンラインだけど、そのうちの副理事の方が。いろいろ相談乗ってくれるみたいな、結構今ねあの話してますので、ぜひそちらの応募の方もよろしくお願いします、お願いします、はい、せーの、また見てね、お前声がちっちゃいんだよ、また見てね、ま、声ちっちゃいから言ってない可愛さも言ってないから一人だけ言ってたから寂しいね、ちょっと今日は俺頑張った私はあるとみんなちゃんとやるでねって感じだけど